氷点下の漁村を一軒一軒訪ね歩く人たちがいました。長年被ばくの調査を行ってきた広島の科学者です。探していたのは60年前太平洋ビキニ環礁周辺にいた漁船員の歯です。これを測れば放射線、当時の放射線がどれくらい体に当たったかが分かるんで、はい、これで出てくる可能性があるな、うん、漁船員の歯を調べることで広島の科学者たちはこれまで国が認めてこなかった被ばくを明らかにしようとしています。日本から南へ3700キロ、太平洋ビキニ環礁。1954年3月1日、アメリカは水素爆弾の実験を行いました。威力は広島に投下された原爆の1000倍でした。大量の放射性降下物、いわゆる死の灰が周辺に降ります。この時、160キロ離れた海で日本の遠洋マグロ漁船第五福竜丸が操業していました。23人の漁船員全員が被ばく。半年後、無線長の久保山愛吉さんが亡くなります。水爆実験は2ヶ月半で6回、周辺には数多くの漁船が操業していました。しかし日本政府は他に漁船員が被ばくしたとは認めませんでした。実験の翌年、アメリカから200万ドルの見舞い金を受け取ることでこの問題を終わらせたのです。それから60年、広島の科学者たちが第五福竜丸以外の漁船員の被ばくを初めて明らかにします。怖いですね。怖いですね。印象がおかしいですね。被ばくの痕跡が歯や血液から次々と見つかりました。初めてですよね。ビッグなんかね。全く初めてですね。さらにアメリカでも新たな事実が判明します。公開された極秘文書の中に、これまで存在しないとされてきた漁船員たちの検査記録があったのです。アメリカに送られていた漁船員たちの被ばくの記録。この事実が隠されてきたのには訳がありました。東西冷戦が激しさを増していた1950年代、アメリカはソ連との核開発競争で優位に立とうとしていました。アメリカは核開発の邪魔になるものは全て取り除きました。この日本人漁船員の被ばくも同じように隠してしまったのです。日米両国で見つかったデータを重ね合わせると、さらなる事実が浮かび上がりました。死の灰を浴びた可能性がある漁船は100隻近くにも上っていたのです。国家の思惑の陰で亡き者にされた漁船員たちの被ばく。
広島が解き明かす60年目の真実です。去年4月、広島でビキニ水爆実験の被爆を明らかにするプロジェクトが立ち上がりました。集まったのは被爆者の体に残る放射線の影響を長年調べてきた専門家たちです。照明というかね、困ってないんですよね。リーダーは放射線物理学の第一人者、広島大学の星正治さん。統計学で被爆と病気の関係を明らかにしてきた大滝めぐさん。そして血液学を専門とする田中君雄さん。多くの漁船員が暮らす高知からもメンバーが加わりました。元高校教師の山下正俊さんです。昭和54年の調査プロジェクト発足のきっかけになったのは、山下さんが長年にわたって行ってきた漁船員の追跡調査でした。それは25年前、高校の生徒たちと行った一つの調査が出発点となりました。地元の漁師からビキニ周辺で操業していた船が港の近くに捨てられていると聞き、放射線量を調べてみることにしたのです。どういうことこれ、なぜ水爆実験から30年以上経っているにもかかわらず、毎時 1.5 マイクロシーベルト、自然界の37倍の放射線量が検出されました。漁船員は水爆実験の後どうなったのか、山下さんは204人の実態調査を行いました。健康状態について返ってきた答えは驚くべきものでした。がんなどの病気で全体の3割61人がすでに亡くなっていました。さらに一般の男性ではおよそ1万3000人に1人発症するとされる白血病で亡くなった人が3人もいたのです。しかし山下さんには病気と被爆を結びつける術はありませんでした。そこに協力を申し出たのが、長年被爆を研究し続けてきた広島の科学者たちでした。原爆被爆者を、追跡調査してきた、その研究者の一人としてですね、もっと早くですね、こういうことに気がつくべきだったんです。というか、もっと素直にですね、実態を把握すべきだったんです。1945年8月、広島。そして、長崎。
アメリカが投下した2発の原子爆弾によってその年だけで21万人以上の命が奪われました。生き残った人たちもその後次々とがんや白血病などの病気に襲われます。病気は被爆のためだと人々は国に原爆症の認定を求めました。しかし認められない人が相次ぎます。そうした人々の体に残る放射線の痕跡などから広島の科学者たちは被爆を証明してきました。これまで培ってきた技術があれば60年前の事実でも明らかにできると考えたのです。どれだけの被爆があったかっていうのは本当にわからないわけだから、それを解明するのは、そのチャンスがあれば義務でしょうね、私たちのね。プロジェクトは今回漁船員の被爆線量を測り、健康への影響が現れるとされる国際基準の100ミリシーベルトを超えるかどうかに注目します。リーダーの星さんは漁船員の歯を集めることを提案しました。歯があれば歯は測れます。抜歯するときに歯を取っておいてもらっていただくということになりますよね。絶えず細胞が入れ替わる他の組織と異なり、歯は入れ替わらないため被爆の痕跡が残ります。歯の表面を覆うエナメル質、ここに放射線が当たると組織に異常が起きます。異常は原子と原子をつなぐ電子に現れます。放射線が当たると2つの電子のうち1つが飛ばされます。異常が見られた電子の数を数えることで浴びた放射線量を導き出すことができるのです。プロジェクトチームの山下さんは漁船員たちの歯を探し始めました。以前調査で訪れたことがある漁船員の家を回ります。おはようございます。三崎丸という船のことで、はい、安井雄さんにお聞きしたいんですけど、少しいや、もうね、分かりませんけど。寝ておられるんですか？いや、亡くなりました。亡くなるんですか？4月の18日に。漁船員本人に出会えてもなかなか歯は見つかりません。おはようございます。歯は、自分の歯ありますから。もう歯は全部、わしやらもう歯がないわ。ない、うん、全部全部全部ない、うん。やるやったらもっと早よせんで、もう思う。60年の空白が調査の前に立ちはだかりました。プロジェクトチームが被爆の実態に迫ろうとするビキニ水爆実験。それはアメリカが広島長崎の原爆投下から9年後に行いました。A device with 1,000 times the energy of the bomb that shattered Hiroshima. A transition which will take us from the familiar ground of low yield capabilities into an era of new power. この時被爆が公になったのが第五福竜丸です。日本政府は脱毛ややけどなど
放射線による急性症状が現れた漁船員23人の被ばくを認定します。実験はその後も繰り返されました。大量の放射性降下物、死の灰が太平洋に降り注ぎました。オペレーションカッスル became a reality and is now successfully concluded。 この間、周辺の海域では多くの漁船員たちがマグロを追っていました。被爆を疑う声が上がりましたが、国が認めることはありませんでした。なぜ漁船員たちは自ら声を上げてこなかったのか。そこには漁船員たちが抱える事情がありました。桑野豊さん、81歳です。桑野さんが乗っていたのは高知県室戸市の遠洋マグロ漁船第二光星丸。1954年2月下旬、日本を出港。1ヶ月後にビキニ環礁から1300キロのところで2回目の水爆実験に遭遇します。黒いあの雪が降るでね、雨でもない雪でもない、黒いのがどんどん降ってくる。何や何やと言うんですが、1センチか2センチぐらいパーッと港湾にたまるんですよ。その時乗っていたのは平均年齢25歳、20人の漁船員。実験から20年が過ぎた頃から、癌や心臓病などで次々と亡くなっていきました。今生き残っているのは3人だけです。桑野さんは仲間の死が被爆によるものだと思いつつも、声を上げることはできませんでした。金庫やったね、大体は。室戸市内ではね、もう向きの話は ないことにしようやというのは風潮やったんですよ。徹底的にもう室戸のこの漁業の人はみんな隠してるからね。魚も取れにはなるし、大事に室戸はもうそのね、マグロで生きて生きた町やから、ほら、でもう漁師もなくなる、船もなくなる。だから、ね、全滅するもんね、室戸がね。国の対応に不信感を抱きながら被爆の疑いを口に出せなかった人もいます。桑野さんと同じ第二光星丸に乗っていた久保久さんです。当時17歳、ビキニから日本に戻った直後、国による体の放射線検査を受けたことを覚えています。がんやきで、そことがやりもって、だが多いちゅうけんど、最初はもう船に乗ってきて、その船の修理をやって、人体をやってきたけどね。測定器は激しくなっていたといいます。しかし、国から結果を知らされることはなく、その後も、何も対応はありませんでした。そんな病気があるやよ、そんなのはね、全然わからんし、死の肺やで、教団に言われても全然わかどんなもんやらわからんね。ほったらかしというかね、もうその一時だけ騒いで。
国が漁船員に対して行った検査の結果はどうなったのか。山下さんが当時の資料を探したところ、厚生省が作成した放射線検査のマニュアルが見つかりました。船体や魚だけでなく、人の体の被曝線量を測るよう指示しています。水爆実験の翌年に国に出された検査の報告書も見つかりました。第二厚生丸の検査結果、船体と魚から出た放射線量は記載されています。ところが漁船員の体の測定結果はどこにも記されていませんでした。マグロよりも人間大事ですからね。マグロよりも人間の影響を記録したものを真っ先に出さなきゃいけない。でそこにね、意図的なものを感じる。なぜ最も重要な体の記録が示されないのか。山下さんが国や県に説明を求めたところ、答えが返ってきました。体の検査記録は残っていないというものでした。高知県選出の議員も国会で国の見解を問いましたが、答えは同じでした。第五福竜丸以外の漁船の実態、数字について掴んでいる。調査も難しい。対策を講ずることは考えにくい。国は当時の検査記録がないことを理由に、その後も一切の対応を拒み続けたのです。に何か言っても、もう窓口は厚生省は閉じてます。解決済みです。資料はありませんって言ってんばりですから、そこから全然進めませんって。何度も諦めましたよ。諦めかけたですよ。それはこの壁の厚さというのは波ではない。被爆の疑いを持ちながらも、それを証明する術がない中で、漁船員たちの沈黙は続いてきました。広島の科学者たちが被爆の実態を明らかにしようと動き出して半年。抜いた歯が見つかったという知らせが星さんのもとに届きました。ラミタル、すみませんね。ご苦労です。星と申します。どうもよろしくお願いします。男性は9日前、はい、歯医者で歯を抜いたばかりでした。これ歯医者の方ね、はい、これ歯あ、そうですか、はい、どうもありがとうございます。これで出てくる可能性があるな、うん、乗っていた遠洋マグロ漁船第五名画丸、水爆実験の現場から1300キロの海域にいました。一緒に乗っていた2つ上の兄は皮膚がんで亡くなりました。まあ、はっきり調べても原因が分かったらね、うん、そうそう、うん、歯は仲間の研究室に持ち込まれ、表面のエナメル質だけを分離しました。
マイクロ波を当て成分を分析する特殊な機器を用いて異常な電子の数を数えます。分析を重ねて1ヶ月、結果が出ました。割り出された放射線量は414ミリシーベルト。高めに出てますね。明らかにこれ高めに出てますね。この値には日常生活での被曝も含まれています。自然に浴びる放射線、過去のレントゲンの記録などから計算した医療被曝の推定値、これらを引くと319ミリシーベルト。星さんたちが注目する100ミリをはるかに超えていました。ビキニから1300キロで検出された319ミリシーベルト。これは広島の原爆で爆心地から 1.6 キロで被爆者が浴びた放射線量とほぼ同じです。広島では被爆者健康手帳が交付され、医療費の全額保証を受けられます。ビキニの被爆っていうのはなんかこう見過ごしてきた感がありますね。初めてですよね。初めてですね。全く初めてですから。国が60年間認めてこなかった漁船員の被曝、広島の科学で初めて明らかになりました。去年11月、血液解析が専門の田中さんも高知を訪れました。より多くの漁船員が提供できる血液でさらに被曝の実態に迫ろうと考えたのです。調べるのは血液の細胞の中にある染色体の異常です。放射線が人の体を貫くと、細胞の中にある染色体のいくつかが切断されます。切断された染色体は元に戻ろうとしますが、その時、誤って別の染色体と入れ替わったり、2つの染色体が1つになったりしてしまいます。この手法では歯による調査ほど正確な被曝線量を測ることはできません。しかしより多くの漁船員を調べることで被曝の広がりを把握できます。やっぱり科学的に明らかに誰かがしなきゃいけないということですよね。技術はありますので、それはできるだろうと思ってますから。この日、室戸市で行われた採血には、9人の元漁船員が集まりました。これまで口を閉ざしてきた元漁船員たちが、進んで血液を提供しました。水爆実験の直後、国の放射線検査を受けながら結果を知らされなかった久保久さんです。船に乗っていた仲間たちのために調査を受けることにしました。
一緒に炊事当番をしていた同級生の寺尾良一さん。水爆実験から23年後、二人の幼い子供を残し、40歳で突然亡くなりました。肝臓がんの疑いでした。良二は辛かったと思うね。がん、病気そのものの治療な、体になかった。早くとね、分かって、まあ、病院でもね、行ったら、もっと長生きできたんじゃないかなと思う。久保さんは、寺尾さんの死は被爆の影響だと思ってきましたが、証明する術はありませんでした。60年目にして受けることになった今回の調査。自らの検査結果で被爆したことを明らかにしたいと考えています。無念さをね、両親の無念さを払うというかね、自分の体でできることがあったら自分で協力するという。高知や愛媛、宮城などから集まった血液は8石18人分。3000人以上の被爆者の染色体を見てきた田中さんが解析に臨みます。田中さんは染色体の異常を一つずつ確認していきます。怖いですね、怖いですね。これが2本がひっついてる。印象がおかしいですね。広島の科学によって明らかになり始めたビキニの真実。水爆実験を行ったアメリカでも今年2月、新たな事実が見つかりました。実験から数十年を経て公開された当時の極秘文書の中にそれはありました。日本の厚生省がまとめ、外務省を通じてアメリカ国務省に渡った検査の記録です。被爆した船のリストです。船名、寄港した港、日付。魚と船体が浴びた放射線量。その隣には、漁船員の被爆線量が記されていました。国がこれまで存在しないとしてきたデータです。漁船員の被爆線量は最大で500カウントまであったと記されています。複数の専門家による推計に基づいて計算すると、毎時 2.5 マイクロシーベルトという値になります。
水爆実験から数週間経って寄港した時点でも漁船員の体から被爆による影響が認められていたのです。問診の記録もありました。血便など広島や長崎の被爆者の急性症状にもよく見られた症状です。記録によれば14隻の漁船員の体から放射線が検出されていました。しかしアメリカは被爆の事実をつかみながら水爆実験を続けました。被爆による人体への影響に目を向けることはなかったのか。核兵器の開発を担うエネルギー省で機密文書に接していたロバート・アルバレス氏です。前の年、ソ連が水爆実験に成功したという情報が伝わる中で、ビキニの実験に臨んだアメリカ。アメリカ政府は、これまでにない焦りを感じていたといいます。アメリカは、核兵器の開発に不可欠だった核実験が中断されることを最も恐れていました。実験の邪魔となる不都合な事実は全て極秘としました。だからこそこの日本人漁船員の被爆の事実も隠してしまったのです。アメリカに渡っていた検査記録、日本には残されていないのか。当時アメリカに記録を渡したとみられる外務省に情報公開請求を行いました。こちらが今回公開されたビキニ事件に関する公文書です。出てきたのは水爆実験の年、厚生省が独自にまとめた放射線の検査報告書です。魚、船、そして人体。厚生省は確かに漁船員の体の被曝を調べ、記録を残していたのです。久保さんや桑野さんが乗っていた第二厚生丸の記録もありました。亡くなった通信士の頭髪からは224カウント。毎時 1.1 マイクロシーベルトの放射線が検出されていました。アメリカの文書にあった14隻のほかにも、新たに14隻の漁船員に被曝があったことが分かりました。これ工事の名前、国に何度問い合わせても資料はないと門前払いされてきた山下さんです。こんなのあるんだ。いやちょっと許せんね、これは、これだけのものがあってないないと言ってたんやからね。これ資料があったんだったらなぜ早く
明らかにして救済とか治療とかの方に生かさなかったのか。あ、よろしくお願いします。当時の厚生省の事情を知る人物が初めて取材に応じました。元厚生省審議官の倉田直美さん91歳です。倉田さんは第五福竜丸以外にも被爆した漁船員はいたと感じていました。しかし検査は途中で打ち切られたといいます。ハワイっていうかもっとしっかりしないかんと自己反省しますわね、しかもあの当時厚生省にいたんだからね、もうちょっとしっかりせえと自分に責めたいでしょ、日本の国にとってねこれはおぞましきことで消すべきことだと思うわけですよね、国民全部にそういうあの被害者みたいな感じを持たれてね行動でも起こされると困る。問題はもう深いですよそれはね。それでそのために死んだりね、要するに、ね、病気になったりした人がどれだけいるかということですよね。その調査もろくにしてない、保証もろくにしてない。当時の極秘文書からはアメリカが水爆実験で被害を受けた日本に対しある秘密工作を行っていたことも明らかになりました。当時のアイゼンハワー大統領はその秘密工作を行うため直属の組織を設けていました。 OCB と呼ばれる組織です。日本の放射能パニックが共産主義勢力に絶好のチャンスを与えてしまっている。事態を打開するため OCB が推し進めたのが前の年アイゼンハワー大統領が打ち出した戦略、原子力の平和利用です。would be allocated to serve the peaceful pursuits of mankind. OCB は原子力は兵器だけでなく夢のエネルギーにも使えるとアピールすることで水爆実験への批判をかわそうとしたのです。日本で原子力の活用を推進することは被害を最小限にする最も効果的な方法だ。原子力を雑誌や映画などで PR し、日本での博覧会開催の可能性を探れ。水爆実験の翌年、OCB が提案した原子力平和利用博覧会を日本は受け入れました。広島の原子力平和利用博覧会で6月1日、100万人目の入場者を迎えました。被爆地広島を含む全国11カ所の会場に、延べ300万人が押し寄せました。
水爆実験の2年後、OCB がアイゼンハワー大統領に提出した報告書にはこう記されています。一連の原子力の PR 工作によって日本人の反核感情はほとんど取り除かれた。水爆実験への反発をかわそうとしたアメリカ、その思惑に乗った日本、多くの漁船員の被爆は顧みられなくなったのです。6月、広島の科学者たちの1年余りに及ぶ調査の結果がメンバーに報告されました。最初は田中さんが進めてきた血液の染色体の調査結果です。水爆実験当時、現場から1300キロ以内にいた8隻18人の染色体の解析結果、染色体に異常が見られる細胞の割合を同年代の平均値と比べると、18人中黄色で示した13人が高い値を示しました。異常が見られた細胞は1300個のうち14個、水爆実験によって被爆した可能性が高いと田中さんは報告しました。さらに異常がある細胞の割合をもとに推定被爆線量を導き出しました。用いたのは田中さんが長年被爆者の血液を調査する中で得た相関式です。そこに今回解析した人たちのデータを当てはめました。異常の割合が 1.14% の人は128mSv、 2.72% の人は 306mSv、 18人のうち8人が健康への影響が現れるとされる国際基準 100mSv を超える被曝をしている可能性が示されたのです。統計的には非常に有意の差が出ております。確実に多いというデータが出ております。100以上多くの方があったのかなということが推定できる。続いて統計学が専門の大滝さんから、どれだけの船が被爆した可能性があるのかを示す調査結果が報告されました。解析に使ったのは当時アメリカが観測していた空間放射線量のデータ。太平洋の20カ所以上にモニタリングポストを設置し、毎日データを収集していました。形を変えながら広がる赤いエリア。空気中の放射線量が自然界よりも高い海域を割り出しました。さらに今回、日本の漁船103隻の航路データを新たに入手しました。緑の点が漁船の動き。水爆実験が繰り返された期間、周辺海域を操業しています。この2つのデータを重ね合わせます。
最初は狭い範囲にとどまっていた赤いエリア。次第に範囲を広げ、3月14日、第五福竜丸が日本に戻った頃から操業海域を覆うようになりました。しかし、国は漁船の操業を止めることはありませんでした。3月27日、2回目の水爆実験。その1ヶ月後、その9日後、2ヶ月半に及ぶ水爆実験の期間中、少なくとも98隻の漁船が死の灰が漂う海で操業を続けていたのです。これは非常に大きな問題だと思うんですよ。予防的にですね、もう少しその危険範囲というか、そういった領域を広めにとって、まあ、立ち入りできないようなですね、状況を少なくとも作っとけばですね、あんな高い線量の被爆を受けるかあのことはなかったんじゃないかなとは思いますけどね。60年もの間なかったことにされてきた漁船員の被爆、歯や血液などに残された痕跡や当時のデータから、大きな規模で被爆が起きていた可能性が明らかになったのです。先月、山下さんは厚生労働省に向かいました。存在しないとしてきた検査記録が見つかったこと、そして漁船員の被曝が科学で裏付けられたことを伝えるためです。第二厚生丸の桑野さんが思いをぶつけます。私自体がまだ100ミリ、ミリシーベルトという放射能の、あれが体に残っているというわけですよ、この検査の中から。それでこれはね、今までどん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 亡くなった方たちがね、私以上のね、何百ミリというその、シーベルト核の、放射能をかぶってるわけなんです。だからこそ、まあ、こういうの力の力でね、もう行為をつけてもらいたいというのがもう本音なんですけど。法制庁として当会社の人権に関わる2回目の問題として位置づけ、因果関係を解明のために取り組まれたい。以上、よろしくお願いします。山下さんは早急な調査を求めました。担当者はまず資料が残っているかどうか確認すると回答するにとどまりました。公文書を隠されて、被災の事実を隠されて、で被災者も自分が被災したことも分からずに苦しんで亡くなったりしていたが、やっぱり早くから事実を明らかにして被災者に自覚することができたら、まあ、医療とかね、その保障の問題とかが確立されていて、こんなことは なかったと。血液検査の結果が伝えられた第二厚生丸の久保久志さん。同じ漁船に乗り、
40歳で亡くなった親友寺尾良一さんのもとに向かいました。ようやく明らかになった被爆の事実を報告します。右でのあれが原点が出てね、お前もこの辺なんか言ってくれたからね、分かったけどな、やろうか、眠ってください。被爆を疑いながら何もできないまま仲間を失っていった60年、あまりに長い歳月でした。熾烈な核開発競争の最中、大国の思惑に翻弄され埋もれていった漁船員たちの被爆、亡くなっていった命、60年の空白を超えて私たちに突きつけられた重い事実です。